ブリュッヒャーは第二次世界大戦時のドイツ海軍の従順洋艦。アドミラルヒッパー級従順洋艦の二番艦。艦名はプロイセンの軍人ゲップハルト・レベレヒト・フォン・ブリュッヒャーに、ちなむ。1934年10月30日に、キールのドイチェベルケ社に発注され、1935年8月15日に、寄港。1937年6月8日に浸水し、 1939年9月20日に、竣工した。火唱艦名が G で、アドミラルヒッパーの H よりも若いことから、計画時点では、ブルッヒャーの方が先であったものと思われる。当初は、シャルンホルスト級巡洋戦艦同様の垂直形状の艦手であったが、建造途中でしのげな未成改善のために、アトランティックバウに回収した。 1940年1月18日、ブルッヒャーがキールで軽巡洋艦ケルンに衝突したが、ブルッヒャーに損傷はなかった。オスロフィオルド1940年4月に実行された、ノルウェーとデンマークへの進攻作戦に、ブルッヒャーも投入された。ブルッヒャーはオスロ攻略に向かう第5グループに配属され、この部隊を指揮するオスカー・クメッツ少将が座上した。 この部隊には、ブルッヒャーの他重巡洋艦、リュッツォウ、軽巡洋艦、エムデン、水雷艇アルバトロス、コンドル、メーベなどが含まれていた。ブルッヒャーは、第163不評師団の兵士など、計822人を乗せ、また31トンの装備を積んだ。4月8日3時、ブルッヒャーは、リュッツオウ、エムデン、アルバトロス、コンドル、メーベと共に、キールから出撃した。 同日夕方リュッツォがイギリス潜水艦トライトンに来撃されるが魚雷は命中せずアルバトロスが爆雷攻撃を実施した深夜部隊はオスルフィヨルド入り口で紹介中であったノルウェー紹介艇ポルンと遭遇しアルバトロスとポルンが交戦した一方アルバトロス以外の艦はオスルフィヨルドへと入っていったラウエージマとボレルネ等の間を通過する際 単焦灯の照射や砲撃があったが部隊はそのまま北上を続けた。部隊はホルテン沖で停止し、合流したアールボートへの兵員の異常作業が行われた。それからホルテンなどの攻略に向かう艦艇と別れ、ブル,ヒアルッヒャーはリュッツウ、エムデン、メーベとアールボート R18、R19 を率いて北上した。その後フィヨルド内に侵入したドイツ艦隊に対して、 警戒体制を整えていたオスカシボルグ要塞のクルップ製、旧式28センチメートル砲が砲撃を開始し、初弾がブルッヒャーの全部砲撃指揮所に命中、全部砲塔が使用不能になった。さらに二発目が航空機格濃庫に命中し、航空燃料と甲板に積載していた陸上部隊の弾薬に引火主火災が発生した。短時間の間に相次いで被弾したため、 ブルヒャーは効果的な反撃を行うことができなかった。その間にもブルヒャーは沿岸からの昇降警報の砲撃が浴びせられ、感情は火災も相まって混乱が生じた。その後、ドイツ軍に存在を知られていなかったカホルム等の魚雷発射艦からの魚雷攻撃を至近距離から受け、2発が命中した。被弾の影響で航行不能となったブルヒャーは、 水道内で漂流を始めた。横転沈没するブリヒャーこの時、後続のリュッツオウも、要塞からの砲撃が3発命中し A、B 砲塔が使用不能になった。ブルヒャーは岸に乗り上げるのを避けるために、オスロから6回りの地点で闘病したが、初飛弾から約1時間後の6時23分に転覆した後沈没した。 乗船していた2202人の上陸部隊のうち830人が艦の火災や海に溺れ戦死した。ブルヒハーの艦長は泳ぐことができる水兵に対して救命胴衣を上陸部隊隊員に譲るよう命令したためかなりの数の上陸部隊隊員が助かることとなった。しかしこの艦長は8日後航空機事故で死亡した。ブルヒハーの沈没位置は オスルフィヨルド内のオスカシボルグ要塞北方。油の流出での環境問題が懸念されている。世界の感染増加ドイツ巡洋監視。ありがとうございます。